ステーション。藤ヶ谷太輔、ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。いや、まずはですね、まあ驚かれた方々もいらっしゃるとは思いますけども、うちのメンバーの横尾渉が結婚ということで、おめでとうございます。いや、僕はまあ素直に嬉しいですね。本当にピースフルでワンダフォーだなっていう気持ちですよ。私としましては、まあ、あなたと過ごす201回目の夜最後までよろしくお願いしますということで、今夜の1曲目いつもね、ここで1曲かけてるんですけども、まあ、きっともう二度と歌うことはないと思いますけど、横渡るとのちょっとユニット曲、これを流してですね、私からの祝福とさせていただければと思います。改めて結婚おめでとうございます。それでは聴いてください。横渡る藤ヶ谷太輔でワンダフォー。お送りしたのは横渡る藤ヶ谷太輔でワンダフォーでした。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。ハマイン、ハマインでは全国から大型免許の入校生が増えています。安心の大型車両5台体制、
いつでも入校、いつでも教習、いつでも卒業ができる自動車学校はハマイン。詳しくはハマインで検索。北海道のテレビ局 UHB の人気番組アンドサウナと日本放送が夢のコラボ。耳から整うリラクゼーションプログラム、藤森慎吾の有楽町サウナクラブ。有名人サウナーをお迎えしたり、サウナクイズがあったり、あなたをまどろみの世界へ誘います。藤森慎吾の有楽町サウナクラブ、ポッドキャストで毎週水曜配信。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。いかがですか、芸能界のレジェンド黒柳徹子さんに直接指導していただいた鶏の鳴き物まねということで、徹子の部屋出させていただきました。嬉しかったですね。まあ、テレビ朝日のそのハマる男に蹴りたい女の番宣で出させていただいたんですけども、嬉しかったですね。緊張ももちろん、なんか緊張というか興奮っていうのかな。やっぱりこう、伝説の番組ですし、なんかこう、徹子さんとお話しする機会っていうのも、全く今までもなかったですし、うわーなんかテレビの世界だっていう、なんか久しぶりにワクワクしましたね。で、収録中に、そのスタジオでもね、では一旦 CM ですって言って、例えばそこから CM が2分とか3分流れるとしたら、スタジオも2分3分収録がストップするんですよ。実際の CM 尺分収録止まるんですけど、でその前にキスマイフット2ってそのグループ名の話をしてた時に、それではその詳しいお話をこの後聞かせていただきます、一旦 CM ですって徹子さんおっしゃって、そこから2分ぐらいこう 無言の間っていうか、あ、こういう風に撮ってるんだって、初めてだったか知らなくて。そしたら、徹子さんがね、これって、最初から読める人いないんじゃないって、このキスマイフット2の、この読み方。うん。で、やっぱ確かにそうですよねって。で、僕も最初の時読めなかったですって。で、あら、そうなのって。で、僕、ね、これ実際の話で、ジャニーさんがホワイトボードにキスマイフット2って書いて、で、言うたし、今日からこれって言って、キスマイフット2って言われて、俺よくわかんなくて、え、これ全然読めないじゃんって。で、キスもね、なんか S が足んないとかさ、フットも OO がないとかってそういう話を言ったら、ジャニーさんが怒って、もう言うは何もわかってないよっつってめっちゃ怒られたのよ俺。っていうまあ話があって、でその話をしたのね。これ読めた人いないんじゃないっていうか、いやそうなんです。僕も最初ね、ジャニーさん書いた時に、言うたし今日からこれって言われて、キスマイフット2って言われて、何、いやこれ全然読めないよこれって僕も最初思ったんですっていうのを話を最中に、徹子さんがちょっとって言われて、え、はいとかって言ったら、なんで今話してるのって言われて、これ今 CM 中だから何も使われないわよって言われてなんか俺はその雑談として徹子さんがなんかこうお話を振ってくださったのかと思って、それに真摯に結構なんだろう本意気で話したら、あなた何無駄なことしてんのって言われて、ここ使われないわよって言われて、あ、そうですか、すいませんって言って、この後に話しなさいよって、せっかくなんだからいい話って言われて、あ、すいませんって言って、またシーンってなって、CM、はい、じゃあ開けます、5秒前、4、3、2、1、それでは先ほどの話をって言われて、もう一回話した。いや、なんか独特でしたね。うん。いや、でもね、経験できて本当に良かったです。うん。で、終わって、まあ、僕にとっても記念ですし、ちょっと写真撮っていただいてもいいですかって言って、写真をマネージャーさんに撮っていただいて。でもね、すごく優しかった、徹子さん、本当に。なんかこう、広報さん、うん、カメラマンさんにこう、まあ、一眼レフとかで撮っていただいて、まあ、それもほら、画質もすごくいいじゃない。で、それをデータでもらおうと思って。で、ありがとうございますって言ったら、あなた自分の iPhone で撮んなくていいのっておっしゃってくださって、このデータいただきますんでって、誰か iPhone 持ってきなさいって、なんかその、徹子さんからこう、なんか連続で iPhone っていうのは結構ね、なんか、キュートだなっていうか、うん。なんか嬉しかったですね。そう。写真も撮っていただいて。いや、嬉しかったですよ。でもね、やっぱり痺れました。
自己紹介終わってすぐの何かモノマネできるっていう鬼のフリで、あと最後はなんかキュンとするメッセージをっていう、もうここ何年もやっていない。一回さ、ちょっと自分の性格上挑戦してみたんだけど、いや僕やってないんですよ、そのキュンのとかお姫様っていうのって。でうちでいう宮田っていうメンバーがやっていて、ってだから宮田とかだったら得意ですし、宮田とかだとこういうのバシッとうまく決められるんですよねって。僕も20代の前半ぐらいからやってないんですかねって話をして、なんか違う話に持ってって、ちょっとそのメッセージ避けれるかなと思って挑戦したのよ。そしたらちょっとそっちの方に転がってって、そしたら急に徹子さんに、あなた言ってないじゃないメッセージって言われて、早く言いなさいって言われて逃げられないですね、やっぱね、レジェンド。またぜひ、読んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ラジオの前のあなたと僕、藤ヶ谷大輔だけの時間、僕に届いたあなたの声を紹介していきます。宮崎県のみかりんさん、藤ヶ谷くん、こんなのが取れたのでお年玉です。表は男の子、裏にしたら女の子なんですよ、愛おしくないですか、ということでお写真をいただきました。おー、ワンダフォーですね。大根ですよ。ああ、確かに表は男の子ですね、これ。立派な男の子。で、こっちが裏。あら。裏は女の子ですね。これすごいな。大根から寄せてきたとしか言いようがないよね。もうこういうの知ってて、自然にこうなったと思えないぐらいのクオリティですね。はあ、面白。さあ、続きまして。兵庫県の翔子さん。そして僕は途方に暮れるを小学5年生の長男と見に行きました。ありがとうございます。息子はアニメ以外の映画を映画館で見たことがないのでどう思うんだろうと思っていましたが、要所要所で笑いながら見ていました。以下息子の感想です。あのお母さんやべえな、何を飲んでるのか気になる。お父さんはもっとやべえ、親子喧嘩するところがめっちゃ面白かった。雄一はクズだけど逃げるという行動力がすごい、普通はあんなに逃げられないと思う。荷造りの速さと出ていく速さが半端なくて好き。見てよかった。とのことです。小学生の感想を聞くことはなかなかないと思ったのでメールしました。私自身も映画を楽しめたのはもちろんのこと、息子と同じ映画を見て同じ目線で感想を言い合えたことが何より嬉しく、大人になってきてるんだなぁと感慨深かったです。いやー嬉しいですね、ありがとうございます。小学5年生の子もね、見て面白いって思ってくれるの嬉しいですよね、ありがたいですし。そうね、 お母さんもやばいよね、お父さんもっとやばいよね。うん、荷造りの速さ、出てく速さ半端なくて好き。もう逃げるの必死だからね、嬉しいな。こうやってなんか息子さんとっていうか子供と映画の話とかもなんかいいよね。最初の頃はきっと楽しかったとか怖かったとかっていう話だけど、なんかこうもっとそこの奥の感想みたいな、その子自身の感想みたいなのが聞けるじゃんね、どんどんね。ああいいですね。あなたの声を聞かせてください。今思ってること、感じてること、最近あったこと、どんなことでも結構です。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 あなたの声を待っています。この後は若者言葉クイズです。藤ヶ谷大輔ピースフルデイズ。ビックカメラ小島新生活応援。冷蔵庫洗濯機がセットで税込49,800円。冷蔵庫洗濯機にレンジ、掃除機、炊飯器がついた5点セットは64,800円。配送設置も受けたまわります。詳しくはビックカメラ小島のお店ネットで。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組の最新トピックスをニュース記事で読みやすくお届けしています。ぜひスマホやパソコンで日本放送ニュースオンラインチェックしてください。日本放送ホームページ 1242.com からアクセス。ラジオチャリティミュージックソンの LINE 公式スタンプが発売中です。パーソナリティのストーンズのメンバー、サンドウィッチマン、クリーピーナッツ、ペコパも登場する取り下ろしボイス付きのスタンプです。 LINE スタンプの売上金は手数料などを除いてミュージックソンの募金に充てられます。藤ヶ谷大輔ピースフルデイズ。続いてはこちらです。
若者言葉クイズ。今時の言葉をあなたから学んでいます。謙虚な姿勢で学ぶ気持ちはありますが、結果としてめちゃめちゃ文句を言うかもしれません。ありがとうございます。待ってました。東京都のエリさん、若者言葉というより SNS などでよく使われる言葉なのかもしれませんが、気になったので送らせていただきました。変不要。藤谷くん、わかりますか？変不要？見たことないな。ちょっとシンプルに。変不要って何？変不要。変だよみたいなこと？変、それ変だよ。変だよだと強すぎるから変不要みたいな。ちょっと柔らかくボケて言うみたいな。それ変だよを、なんか、強いじゃん。それ変だよって。なんか決めつけちゃうみたいな。それ変不要みたいな。じゃない？それ変で不要みたいな。変不要みたいな。違うかな。変不要、正解は変身不要でした。え？私も最初見たときはさっぱりわかりませんでした。いや、これさ、マネージャーさんとかの連絡で、聞きたい話があって聞いたとか、相談乗ってもらって、なんかこう相談ベースで仕事の話をして、こういう結果になりましたとか、例えばもう夜遅いので返信不要ですとかは来たりするし、俺も、その、なんか、ね、多分お互いバタバタ忙しいし、現場も違うから、まあ、了解しました、なんとかで返信不要ですとかわかるけど、そうだってそもそもいないもん、俺の周りに変不要って使ってくる人。これ友達同士でってことでしょ？もちろん仕事のあれじゃ使わないよね。上司に変不要とか。いや、こういうのもね、だからちゃんと打った方がいいよ、これ。あんまりこれ使い道ないじゃん、変不要って。だったら返信不要で打った方がいいし。うん、よくわかんないな。いるか、これ変不要。46歳女性ですと。スパで漫画を読んでいました。わからない言葉が出てきました。読み進めていけばそのうちわかるんだろうと思っていましたが、全くわからずに終わりそうだったので、途中でスマホで調べてしまいました。藤ヶ谷君のラジオを思い出しメールした次第です。リクスって何の略かわかりますか？今は何でも略すから、おばちゃんには解読するのが難解です。略語には注意書きが欲しいですね。ヒントはアルバイトの面接に来ていた女性が言ったり言われたりしていました。カタカナで理屈。え、全然わかんない。理屈もうさ、見たことなさすぎて、この読むときにリスクって読んでたじゃん最初。見たことなさすぎて理屈なの。理屈、アルバイトの面接に来ていた女性が、面接側の人だよね。受ける側の女性限定なのかな。女性が言ったり言われたり、理屈は大丈夫ですかとか、理屈必要ですか。わかんないこれ。理屈、全然わかんない。リスクとかってわかるけど、理屈って何、どんぐらい略してんの。リクエス、何かリクエストありますかみたいなことのリクじゃないの。その、なんていうの、シフト、なんかそちらのほら、いつ入れますかみたいなさ、そういうリクエストのリクと、なんだろう。全然わかんない。ちょっと見てみていい？リクスーって、ね、リクルートスーツ。え、嘘でしょ。嘘だ、絶対。最後言ってないよ、もう。何これ。もうなんかさ、ちゃんとさ、本当に流行ってるやつ送ってほしいわ。流行ってるってか、これ知ってるのみんな。リクスありますかって、いや言えばよ、リクルートスーツありますかって。これ合わせるとさ、明日バイトですみたいな、リクスあるかどうかの確認です、変不要ですみたいなことでしょ。もう何のメールだかよくわかんないわ。何これ、理屈わかんない。これ本当言ってんの。俺の世代もそうだけどさ、多分自然にもう略語って使っちゃってるじゃん。で実際、その略語の本来の意味とか知ってますかって言われた時に多分全部答えられないじゃん、もう俺らでも。でも俺らの若い世代の人たち、この理屈って言った時にさ、その理屈がもう脳裏に焼き付きすぎてさ、
ふと大人だと言われる理屈ってなんだっけってなりそうじゃない？なんないよって感じだと思うけど。いや、理屈はないわ。じゃあもう、全然わかんない。もっとわかんなくなるわけでしょ？うわぁ。じゃあほんと喋っててわかんなくなっちゃうね。理屈持ってるんですか？変不要ですとか。何と何みたいな。最近の言葉をクイズにして僕に教えてください。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 スタッフは全員おじさんです。必ず答えを書いてください。これ答えないやつは たまにあるんですか？おじさんたちが困ってこれ出題できないよってすいません。でもスタッフ全員おじさんですんでよろしくお願いします。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。最後はこちらです。あなたに代わってありがとう。言えなかったありがとうの気持ちを僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。兵庫県ラジオネームちいさん。2023年1月4日大好きな祖母が亡くなりました。享年94歳の大往生。年末に実家へ帰省した際、おばあちゃんが1ヶ月前に入院したと母から聞かされた矢先の訃報でした。人に迷惑かけてたまるかという少々気性が荒いけど周囲への配慮と思いが強かったおばあちゃん。退院したら施設へ入所する話が上がっていたから、周りの人たちに世話をかけてしまうし、お金もかけてしまうからって、みんなのことを気にかけて行ってしまったのかな。同居していたおばさんがちょうど仕事を辞めるタイミング、公的な手続きや遺品整理のために時間に余裕のある時を見計らったのかな。お母さんから、おばあちゃんは自分よりまず第一に子供のことを考える人だったって聞いたよ。このタイミングで亡くなったのは、きっと最後の子供孝行、旅立つ最後の最後まで迷惑かけないようにってきっと子供たちのことを思っていたんだね。お母さんもおじさんもおばさんもみんなおばあちゃんの最後の思いをしっかり受け取ったよ。夫に裏切られ、姑からはいびられて、おばあちゃんには辛い日々を耐え苦労した過去があったと知ったのは私が大人になってから。でも、孫の私には、いつも優しい笑顔のおばあちゃんの記憶ばかり。大切な人を守る強さと優しさ、そして無償の愛を、その生き様をもって教えてくれましたね。おばあちゃんの愛を受けた私たちは本当に幸せです。その愛を受け継いだ私たちは、これからどんな辛いことがあったとしても、おばあちゃんのように笑顔で無償の愛を与えられるように、強く生きていきます。自慢のおばあちゃん、ずっと大好きです。本当に本当にありがとう。いってらっしゃい。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ番組本の第2弾、脱サラパーソナリティテレビを飛び出す佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ2021から2022、ただいま絶賛発売中。普通のサラリーマンラジオパーソナリティになるの発売から1年、コロナ禍にフリー生活をスタートすることになった佐久間宣行の激動の日々を語り下ろしエッセイ、厳選トーク、アンガールズ田中さんや斉藤ディレクターのインタビューで振り返ります。日本民間放送連盟賞で最優秀賞を受賞したトーク、箱根旅行も収録。前作以上に分厚い一冊です。詳しくは日本放送イベントホームページまで。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズエンディングでございます。そうね、やっぱり、まだまだ先かもしれないけど、自分もって今ちょっと読みながら考えたら、やっぱり迷惑かけないようにって考えるよね、なんかね。わかるな。このなんか子供孝行っていう言葉すごくなんかしっくりきたというか、やっぱり
まあ、親孝行もあれば子供孝行、ね、まあ、親離れもあれば子離れもあるし、計算とまではいかないけどね、ちょっとそれだと大げさになっちゃうけど、なんか自分のタイミングというよりは人に迷惑かけない、なんかいろんなところをこう、まあ、見計らうというかね、ここだったらいいなとか、うん、やっぱ考えるんだろうね、うんうん、なんかそのやっぱ生き様ってすごくいいよね、口先で言うんじゃなくてしっかりと生き様を持って教えてくれた無償の愛をっていうのはこうすごく素敵ですよね、うん、なんかいろいろちょっと読んでてなんか僕も考えましたね。さあお知らせです。映画そして僕は途方に暮れる絶賛公開中です。ドラマハマる男に蹴りたい女、土曜夜11時から放送中です。そしてライブ DVD& ブルーレイ、キスマイフットに会えるでしょう2022 in ドームが3月1日にリリースされます。よろしくお願いします。番組にメールをください。コーナーはふつおた、青春の教科書、男と女のラブルール、全部前向きにします。プロテイン男子、若者言葉、参加できるものがあればぜひメール送ってください。ガヤアットマーク 1242.com、 GAYA アットマーク 1242.com、 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。曲のリクエストもお待ちしております。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後日本放送では中居正広さんの番組オン&オンエアです。中居さん、先月徹子の部屋に出演させていただきました。そこで教えてもらった鶏のモノマネです。いかがですか。いつか中居さんと一緒にモノマネしたいです。日本放送ラブ JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ、態度はすかさず耳を澄ます、ブースで会話に花を咲かす、神奈川埼玉栃木に群馬レペゼは千葉、たくさんのウェスナー盛り上げ聞いた、アクセル全開常に外したレミッター、 Yo 毎週土曜日夜11時半 SONS のオールナイトニッポンサタデースペシャル。累計発行部数1400万部突破の大人気漫画のアニメ第2期がスタート。人類の存亡をかけた神と人との対マン勝負ラグナロク。スケールもでかいが戦闘シーンは想像のはるか上を行くド迫力。ネットフリックスシリーズ週末のワルキューレ2は現在独占配信中。楽天イーグルスの田中将大です。田中将大投手とアウトドアブランドアンドワンダーの豪華コラボグッズオールウェザーコートとサコッシュを数量限定で販売中。ぜひこのコートとサコッシュでスタジアムに応援に来てください。詳しくは日本放送ホームページのバナーから。どうもこんばんは、中井です。さて2023年も2月キャンプ
キャンプワクワク